実に 57.9% はセットプレーから、ここも一つ注目ですね。まあ、ポイントになると思いますし、まあ、清水の方はやはりこう押し込んだ状態で、シャドウにはリーグ初スタメンエゼキエウ、パートナーを組むのは浅野です。今前半の45分がスタートしました。ボランチの川辺、周りを見てショートパスできた、巻いてきたボール、ゴールへ向かうボール、大久保出ました、ファンブルあって混戦になった、シュート、うん、佐々木のシュート、まあ、よくねバウドもねカバーしましたよね。はい、右の茶島中に入ってきた、茶島から柴崎、エゼキエウ、エゼキエウ前を向いた、エゼキエウのシュート、うん、素晴らしいポジション取り、反転、左足で決めたのは今日リーグ初スタメンのエゼキエウです。まあ、ポジショニングも非常に良かったですよね。はい、相手に捕まらないようなところでボールを受けて、まあ、柴崎からですよね、ここでうまく反転して、まあ、見事なシュートを打ちましたよね。はい、まあ、彼の、ね、良さ出ましたよね。まあ、おそらくですけど、まあ、インスタイムで、まあ、監督からも、監督からも、さて追い越す奥井、内から回った奥井、スプリント、さあ来た、左を破った清水、奥井のクロス、ドゥトラにドンピシャで会いました。ボールから離れるボール、真ん中に入った、ヘディング、わずかに枠の外、いいボールでしたね、見えたと思いますけどね。はい、ここで前半終了の笛です。サンフレッチェ広島対清水エスパルスの一戦、広島左エンドにアウェーの清水です。今後半の45分がスタートしました。まあ、少し、ね、こう流れを変えたいという、まあ、意図はあるかなと思いますけどね。はい、浅野が行く、かわして浅野のシュート、うん、大久保の正面でした。まあ、仕掛けてからのシュートの振りも非常に速いですよね。すぐ入れる、柏から森島です。森島背中で感じて中に持ってきて青山、青山のシュート、右足を振りました、青山。ボランチの竹内も相当高いポジション取り、ラインを一気に押し上げて、その裏返したボール、ビエイラにピタリと合います。ビエイラループシュート、落ち着いてました、ドーグラス・ビエイラ、綺麗なタッチ、柔らかいループ。まあ、前からね清水が来てましたから、その背後をねうまく、まあ、ドーグラスもねつきましたし、まあ、このループシュートもね落ち着いてましたよね。はい、まあ、キーパーもよくね、キーパーの位置もよく見てましたし、まあ、素晴らしいゴール ですよね。前線から清水がハイプレッシャーをかけてきました。それを見て大迫、ドーグラス・ビエイラの動き出しにピタリと合わせたロングフィード、抜け出したドーグラス・ビエイラ、この柔らかいタッチに柔らかいループシュート、清水の攻撃、バウドから鈴木、ワンタッチ奪った、ヘナト、うん、いい形で奪いました、ヘナト、ヘナトのクロス、真ん中、ナイスキーパー大迫、右からのクロス、ドンピシャでした、ドンピシャでしたね。はい、まあ、完璧なクロスから、まあ、タイミングよくね最後合わせたんですけど、ドリブルの得意なアタッカーです。預けて自ら前に出てきた鈴木、ハイネルの守備、カルリーノス来た、カルリーノス、カルリーノス入れ替わってクロス、鈴木のシュート、まだあれこぼれて、迫力のある攻撃を見せました清水エスパルス。そうでしたね、ハイネル持ち替うんで運んで、ハイネルのクロス、ペレイラトラップから右足、完璧なフィニッシュを見せました、ハイネルのクロス、落ち着いてトラップ、右足で決めました、レアンドロ・ペレイラ、3点目。まあ、あそこのニアに、ね、ぶち抜けますからね。はい、まあ、シームとしては少しね、まあ、ディフェンスが甘くなってますから。試合は終盤に差し掛かりました、青山の1本、森島、森島のクロス、ペレイラのヘディング、こぼれて自ら押し込んで、最後柏、
試合を決定づける4点目です。一発で決まらなかったですけど、しっかりと柏がね詰めて押し込みましたから、はい、まあ、少しこう清水としては足が止まっている状態かなと思いますね。一つ大きな得点源、このセットプレー真ん中いいボール入ってきた、ヘディング、アディショナルタイム1点返しました。まあ、素晴らしいボール入りましたよね。はい、中村のフリーキック、カルリーニョスが決めました。まあ、ニアですかね。はい、まあ、タイミングもうまく合いましたし、まあ、鋭いボール、ね、入ってきましたから、広島としては対応は難しかったと思いますけどね。まあ、うまく、ね、首をひねって逆サイドネットですかね。まあ、叩きつけましたからね、大阪も対応は難しかったでしょうね。受ける位置は、ね、非常に良かったですからね。今